さあ力を合わせて共に戦いましょう。おー、蜂の仲間。はい、どうも、メタスです。本日もやっていきましょうということで、本日も、ドラクエ2の実況をやっていきたいというふうに思います。前回はユーサの泉に行って、サマルトリアの王子が、王子とね、会えるかと思いきや、行き違いで、ということで、ローリシャンの方に行きましたよということなので、ローリシャンの城に来たところですね。ここはローリシャン知ってるわ、ここに王子が来てるんじゃないかな。はい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 。とりあえず上に行けばいいのかしら？ローリシャンの、とこに来たって言ってたよね。ああ、私もジャス王子について行きたい。ああ。ああ、はいはい。あれ？よくぞ、無事の王子。先ほどサマラトリアの王子がジャスを訪ねてきた。そうですよね。しかし、その後がサマラトリアに行ったとして、また戻っていったようじゃ。とにかく、おいおい超行き違いじゃねえかよ。130。ああ、じゃあまあ、セーブしていきましょうか。はい。はい、やりましょう。じゃあ何また戻んなきゃいけないですか、そこに。じゃあサマルトリアまでカットでございます。はい、戻ってきました、サマルトリア。今度こそ会えるんだろうな何回行き違いになってんだよ。もうかれこれ 2,3 回ぐらい行き違いになってるんじゃないか。はいはい、あれ、いなくねえ、これはちょっとよくぞ迷われた。まだカイン王子とは会えるのか、ここには戻っていないですよ。はあ。ああ、俺なんか分かった気がする。分かった気がする。あれでしょう。この、妹の王妃が、よく寄り道をしたがるっていう風に言ってたんで、もしかしたらなんですけど、リリザでしたっけの街にいるような気がしましたよ。リリザの名前カット。はい、来ました。てか、町の名前リリザで、合ってます？あ、リリザだね。あ、なんかいるやん。なんか宿屋に。ぽいのが。これやろ。僕はサマルトリアのカイン王子です。もしや君はローレシアのウチャス王子では？いやー、探しましたよ。俺もで。さあ、力を合わせて共に戦いましょう。おー、蜂の仲間。で？あ、普通に仲間になって折り返え、ステータスはどう？あ、1なんだ、レベル。カイン。魔法戦士。いいじゃないか、魔法戦士。ねえ。じゃあちょっと、サマルトリアに戻っていいですか？ちょっと2点3点して申し訳ないんですけど、サマルトリアに戻ります。カット。はいはい。ということでね、何がしたいかっていうと、ちょっと一回セーブしますね。何がやりたいかっていうと、このカイン王子って、そのカインっていう名前がね、どうもね、ちょっと、私にはね、馴染みのない名前なので、名前をね、変えたいと思います。すごく馴染みのある名前にしたいと思います。冒険を一回、終わりにしまして、どうしたらいいんだっけな。どうしたらいいんだっけ。とりあえず、冒険の書から。はい、これで戻ってきましたね。で、戻ってきて、スタートボタンを押す、スタートボタンを押しっぱにする、左を押す。はい。これで、あれ？できないですけど。あ、ここでやるのかな？ここで、こうして、
ああ、できたできた。これで、サマルトリアの、王子の名前変えられます。名前はね、すごい馴染みの、ある名前にします。まあ、お察しのいい方はね、わかると思うんですけどね。はい。マエチャソにします。マチャソね。はい。これでいけるでしょう。おう、チャスよくぞ戻ってきて、あ、はい。で、マチャスが次のレベルになるには、あと19の経験値が必要。ということで、ウチャソとマチャソ、ウメチャソとマエチャソの二人旅が始まるわけですね。マエチャソは一体どう思ってるんだろうか。武器屋とかなかったっけ？武器屋ないんだっけ？道具屋があったよね。あ、そこの商人か。そこの商人が、確かそうでしたよね。はい。旅の商人です。さて、ここらで商売をさせてもらえますかな。はい。これで、二人の武器が、武器防具がどうなるかっていう感じなんですよ。とりあえずちょっと守備力なんとかしたいっすね。ちょっと前じゃそこが貧弱すぎるんで。川の盾。前じゃそう。棍棒かい、あんた。はい。買いに来た。鎖片びらね、ちょっと高いんですよ。買えねえじゃん。てか、てか買えないじゃん。そうだなぁ。そうだなぁ。ちょっとお金貯めますか、これで。ね。貯めるのもありだよね。で、今道具はどうなってますか？すげえことになってんな。ちょ、毒結晶を前茶草に持ってもらっていいですか？でももう毒結晶良いんで。はい。はい。で、寝ましょう。で、多分、行ってなかった西に行くっていうことになると思うんですよ。なので、ちょっと待って、いろいろ話聞いていかなきゃいけないんじゃないかな。はい。この人の、まあ、それは知ってるんですけど、何の情報もないんだよな。南になんかあるって言ってたしな。ちょっとその囚人たちの話とか聞けないですか？あ、なんかこの人なんか言ってたっけ？あ、違う。ちょっとね、話を聞いてきたいんだよね。坊主にいいことを教えたら、銀の鍵を手に入れろ。銀の縁のドアなら全部その鍵で一つで開けることができるぜ。あ、そうなんだ。あ、ちょっと待って。ちょっと、囚人さん、こっち来て。ちょっとお話がしたいんですよ。ちょっと、もしもし。来ねえな、あいつ。ダメだな。来ないね。じゃあ、西行ってみますか。うん、多分西に行くことになるから、とりあえず西に行きましょう。薬草もたんまり持ってますんで、はい。じゃあ行ってみましょう。はい。敵がね、なかなかこっちは強いので、気をつけないといけませんね。はい。で、あんたなんか呪文が唱えられるって言うけど、何覚えてんの？あ、ホイミ覚えられてんのね。ああ、優秀ですね。はいはい。ああ。棍棒ですからね、ちょっと、非力ですね。まあなんかメラの一つでも覚えててくれればいいんだけどね。メラとかあんのかな？ドラクエ2には。ね、ギラとかありそうだけどね。おお、いいですね、会心の一撃。まあ、とりあえず、マエチャソにはね、レベラが上がってほしいですからね。はい。こっちかな？あ、そっちに橋がある。なんかそっち行くんだったような気がする。はいはいはい。山ですよ。あれ、なんかこの辺バブルスライム出るんじゃなかったかな？あれ？違いました？はい。
あなた大なめくじでも叩いといて。はいはい。いいか。ちょっと、呪文覚えてもらわないとダメだね。マチャソは。マエチャソって言ってもいいし、マチャソって言ってもいいし、まあどっちでもいいんですけど。おー、マチャソが上がったかな。はいはい。MP6 も上がる。いいね。いいね、いいですね、いいですね。多分あの橋渡んないとダメだな。あ、ということで、まあ、お察しのいい方はわかると思うんですけど、3人目の、まあ、おそらく一番最初に出てきた姫、仲間になるであろう、お方は、ヤチャソになりますね。ヤナチャソに。ね、ヤナチャソは女の子設定なので、女の子設定なので、まあ、ちょうどいいかなっていうふうに思います。ね、本人見たら多分ぶっ飛ばされると思うけどね。はい。あ、でも攻撃力も上がりましたね。まあ、でも、大波富士はまだ倒せないと。もうちょっとね、一人で倒せるようになるといいですね。はい。なんかこのエフェクト的になんか迷彩柄みたいなの感じなのかね。服がね。これ橋渡ると敵強くなったりするかね。しそうだよね。あー、大丈夫ですかこれは。大丈夫？あー、でも一発で倒せるんだ。あー、強い。強いわ。おー、しかも毒かよ。君らも毒使えるんかい。はいはいはい。マチャソが死ぬ。マチャソが死ぬ。はいはい。めんどくさいですね、君。はいはい。マチャソのレベル上げをするっていう意味でもいいかもしれないな。おー、まあ上がるよね。そんなに経験値出たら上がるよね。はい。あ、ギラ覚えた。いいね。ドケスは、あ、いいね。なんかいろいろ都合がいいですね。とりあえず、毒を治療しまして、薬草で、マチャソ。はい。まあ、そんなもんですかね。はい。で、こっちに来ましたと。なんか、町か、何かがないもんですかね。ギラちょっとやってみましょうか。幽霊。ギラってこれグループ攻撃？お、つえ！つえな、おい！バカつえじゃねえか。お、いいじゃないか。マチャソ。マチャソいいね。まあ、幽霊はそんなに強くないから、まあ、ギラは、ここぞという時に取っておきましょう。めっちゃ強いじゃん、マチャソ。へぇ、なかなかやるやん。魔法戦士ですか。じゃあ、3人目のあの姫は、職業的には何になるのかしら。ちょっと待って、どこ行ったらいいのどこ行ったらいいんすか。どこ行ったらいいんすか。マジで、わかんないんですけど。魔術師ちょっとやばいんじゃないの。ちょっととりあえず、魔術師ギラでやっときましょうか。ああ、でも、そんなだね。18ポイント倒した。ああ、じゃあそんなに強くはないのかな。ああ、もうめんどくさいね、君。戻りてえな。すげえ戻りてえ。ああ。はいはい。とりあえずじゃあ、でもこれでホイミ唱えられなくなったんじゃない？ホイミって MP いくつ使うか知らないけど、めっちゃ上がるやん。あ、うちはそうね。はいはい。おお、上がる上がる。はいはい。ちなみにホイミっていくつで使える？ 3 か。毒消しそう使うね。じゃあ、この薬草でしか、対処ができなくなったので、ちょっとやばいっすね。こっちかな。ちょっと敵会いたくないんですけど、あんまり。ちょっと。どうしよっかな。まあいいや、とりあえずやっていこうか。ああ、魔術師、普通の攻撃でもワンパンでいけるんだ。そうですか。そうですか、そうですか。ちょっとそろそろね、時間がやばいんですよね。そろそろ約束の時間なんですよね。ね。どうしましょうか。
地下何か、あー、祠があるな。これに行くんだろうな。ちょっとじゃあ今回ここまでにして、また出直します。出直して、装備やら、もろもろを整えて、またちょっとこの洞窟に、入っていこうというふうに思いますんで、じゃあ次回は、いろいろ整えた状態でここからスタートにします。それではご視聴ありがとうございました。次回も見てください。失礼します。